今日はね、久しぶりに部落以外の記事を自転車で書いたので、ぜひ読んでください。下の概要欄にアドレス書いてあります。ちょっとね、このロキトリックというマニアックなエナジードリンクを飲みながらお話しします。甘いですね。これってね、いわゆるコカ・コーラとか大道とかのそういう自動販売機にはなくて、100円とかね、80円とかで売ってる激安自販機あるじゃないですか。あの中に混じってるんですね。これ1本100円でした。それで今回書いた記事っていうのが破産者マップですね。2019年に話題になって、それがね、また2022年、今になってまた復活してるっていうことなんです。新破産者マップ、でこれはまあどんなサイトかっていうと、地図上に破産者のね情報をマッピングして、で実名住所が載ってるっていう、まあすごいエクストリームなサイトなんですね。でその元の情報っていうのは漢方なんです。漢方販売所とかで売ってる漢方ですね。あれはまあ国がね、国民にみんなに知らせることをその載せる、そういうまあ定期刊行物ですね、政府の。その上にこの人が破産しましたよって住所実名が載るんですよ、毎回毎回。でそれを集めて地図上に置いたものっていうことなんですよね。だからまあ本来だったら公開されるものなんだけども、こうやっていざインターネットで明るみになると、こううわーっとですね、こうもうね、反応してしまう人がいるんですよね。で僕この問題に関心を持ってるのは、僕は2012年、ネットの電話帳、住所でポンっていうのをね始めたわけです。もうあれ10周年になるんですね。でその時も相当炎上したんですよ、個人情報出すなって言って。でもまあなんだかんだで10年間続いてるわけです。それでまあ詳細をね、記事を読んでいただくとして、破産者マップに関しても当初ねものすごい炎上して、で今政府の個人情報保護委員会が、まあ、なんとかしてね、消してやろうっていうことでやってるんです。で破産者マップの運営者っていうのが伊勢原市のね遠藤有人っていう人なんですよ。もう隠してないですからね、すでになんかもうサイトに載っけてたりしてますからね、住所実名も。それでまあ僕はぶっちゃけね遠藤さんにも取材しましたよ。まあそれがね、その裏の事情を知れば知るほどね、これ一番ひどい目にあってるのは個人情報保護委員会じゃないですかね。ちょっとね、僕に対する法務省の対応と重なるところがあって、結局ねこの差したる明確な法的根拠がないんだけども、まあなんとかしろっていうふうにものすごいクレームが殺到しちゃったから、個人情報保護委員会もまあどうすることもできずにっていうか、まあ何かせざるを得なくて、でやってることは結構ね危ういっていうか超法規的なことをやってますよ。一応個人情報 その、まあ、公開とか収集とかってね、別に禁止されてるわけじゃないんですよね。一応届け出を出したらできるんですよ。だけどその遠藤さん破産者マップに対してはもうバンされたような状態になってるんです。しかもね、なんか漢方を売ってくれないって言うんですよね。すごいですよね。漢方ってみんなが読めるものだし、で法律が書いてあるんだから、まあ、過去の最高裁の判例なんかだと漢方に載ってることはもうみんなが知ってるっていうことになるんで、それを知らないっていうことは通らないですよっていうことになってるのに、それをなんか変えないってすごいんじゃないですか。過去の最高裁の判例からすると、じゃあもうその人には法律通用しないっていうことになっちゃいますよね。だから僕もうこれ相当ねすごいことになってるなと思ったわけです。まあそのことについて僕は記事でもね主張してるんだけども、これ個人情報保護委員会にね全部対応を押し付けてるってのおかしいんじゃないかって思うんですよね。でそもそも個人情報保護法の問題じゃないんじゃないのって、これはって言って、だって破産者の広告っていうのはもうずっと昔からある制度でね、で官報もそれは明治の頃からずっと発行してるもので、それがこの情報化の時代になったらじゃあどうするかっていう話なんで、別にこれ個人情報保護法がどうこうっていう話じゃないんじゃないのっていう気がして、で個人情報保護委員会が対応してるっていうのも、まあそこにねクレームが殺到してるっていうことだけの話であって、これ個人情報保護委員会が、ね、対応するっていう差したる根拠があるのかっていうふうに僕は思うんですよね。だってまあ僕の認識ではですよ、個人情報保護法っていうのはまあいわゆるね、まあ、一般法なわけです、個人情報保護に関する。で一般法と特別法っていうのがあって、で一般法より特別法の方が強いんですよね。
だから個人情報保護法で、まあ、個人情報の取り扱い全般についていろいろ規定があるんだけども、別に法律があれば、別に特別な法律があればそっちの方が優先するっていうことなんです。だから破産者の広告について破産法の方でね決まってることなんで、それについてあれこれね個人情報保護委員会が対応するっていうのもおかしいんじゃないかなと思うし、いや個人情報保護委員会の人がかわいそうだと思うんですよね。だって個人情報保護委員会って、まあ、結構最近できた組織なんですよ。でやっぱり若い人とかね、まあ、あまり経験のない人なんか配属されてるみたいで、そういう人がこんなドロドロした問題に対応できるのかなって。でしかもこう破産法の問題関わってくるから、これ高度な政治的判断が必要だと思うんですよ。本当政府与党で話し合ってね、じゃあこの破産の広告制度自体どうするかっていうことをしないといけないんで、個人情報保護の権限でこれ対応できることじゃそもそもないんじゃないかなって思ってるんです。でもう実際もう出口がない状態ですよね。新破産者マップに関してはこれはね、あの遠藤さんがやってるものではないですね、うん、まあ遠藤さんが嘘ついてるっていう可能性もあるけども、でもやっぱやり口が明らかに違うんで、もう下手したら本当海外でね中国とか北朝鮮がやってるんじゃないかっていうふうに思うんですよ。でもしそうだったら本当に日本の個人情報保護委員会何もできることないですから。でじゃあサイトブロックするのかっていう話になってもですね、いや、まあ、僕も一応 IT の専門家として言わせてもらうけども、まあ、それは相当ハードルが高いし、であの破産者マップについてはね Google が検索結果から排除したそうなんですよ。だけどね今もう Google の、 あの検索ってあんまりね地位が高くないんです。あの昔みたいにこの草の根サイトがいっぱいあったっていう時代じゃなくて、今はねもう SNS なんかにほとんど情報が集中してるような時代だから、検索サイトの方でブロックしたからってね、結局 SNS の方で話題が広がっちゃうとそういうのどうしようもないんですよね。 Facebook だのインスタだのそういうところで広まると、でそういうのだとダイレクトメッセージとか、まあ、クローズドなね Facebook なんかクローズドな空間で情報やり取りされるんで、そういうところで流通するものに関してはもうどうしようもないんですよね。だからもうこの問題に関して僕出口がないんじゃないかって思ってるんです。で、まあ、とにかく僕は記事で主張したのは、これ個人情報保護委員会に全部押し付けるべきじゃないぞと。下手したらもう個人情報保護委員会のね担当者のメンタルこれ崩壊してるぞっていうふうに思うんですよ。本当に本来の仕事ができなくなってるんじゃないかと。でまあここからはちょっと動画オリジナルで僕の持論というか、まあね、あのメディアなんか取り上げたとしても僕は持論としか言われないと思うけども、対応しないっていう決断を政治が下すべきだと思う。つまり無視するっていうことです。やりたいようにさせるっていうことです。あの乱暴な意見かもしれないけども、まあ、僕はそういうのは別に悪意じゃなくて、で根拠があって言ってることなんです。あの住所でポンに関してもね、個人情報保護違反だって言ってむっちゃくちゃね炎上したわけです。でも警察とか法務局にねもう苦情が殺到したんですよね。で当時はまあ個人情報保護委員会なかったんだけども、代わりに警察とか法務局だとか消費者庁だとかそういうところにすんごいねクレームが殺到して、まあそこの職員もね相当メンタルやられたみたいなことは僕は聞いてますよ。でも結局今はもう沈静化しちゃったんですよね。で僕なんかもう裁判で負けてね消せって言われてるけども、従ってないんですよね。いやまあ裁判所からすると僕相当そういう意味では心証悪いんだろうけど、でも結局僕は正しかったわけですよ。あの裁判所の言う通りに対応してね、警察とかあと法務省なんかもその対応してたら、これもキリがないことになってたと思う。まあ今は一応ねこの住所でポンだけで制御されてるけども、まあ僕の管理下にあるけども、じゃあもう僕は徹底的に潰されたら、僕住所でポンとかね今の破産者マップみたいなことになってたと思う。もう海外でね運営されて消したければ金払えみたいな、そういうことになってたと思うよ。だけど僕はそんな消したければ金払えみたいな、そういうビジネスはそれはえげつないと思ったから、僕は徹底的にそういうことは拒否しましたからね。金払うから消せっていう人もいたけども、僕はそういうの全部拒否しましたからね。それで今の状態があるわけで、で破産者マップについてももうそういうことにした方がいいんじゃないかと思うんですよ。もう存在を受け入れてしまう。で破産者の問題についてはまあ僕もいろいろ思うところがあって、まあ結構ね僕の知ってる人、まあ親戚なんかでもね破産してる人って意外といますよ。じゃあその破産っていうのを知られたからどうこうっていうのもね、そういうもんでもないと思うんですよね。あの破産したんだけども
町議会議員になってる今、町議会議員じゃないか、町長になってる人いますよ。破産した後再起して選挙に出てね、とある鳥取のとある町の町長、あの人破産してますよ。であとは僕は知ってる金持ちの人でもね、仮想通貨で大儲けして金持ちになってる人はいるんだけど、その人も確か一度破産してね、生活保護を受けてたみたいなこと言ってましたからね、結構そういうもんなんですよね、世の中。僕はこの件についておかしいと思ってるのは、やっぱ弁護士がね、破産を進めるにあたって、官報なんか誰も見てないですよと、秘密裏にできますよと、まあ、そういうような説明をしてたっていうのはまずおかしいと思うんですよ。法律論からするとおかしいんですよ。やっぱ官報って公開のものなんで、そういう説明するのがおかしいし、やっぱ破産するっていうことはそれなりの責任が伴うっていうふうにちゃんと言えばよかったんですよね。だけど破産の手続きしたらね、弁護士はやっぱそのための報酬がもらえるから、安易に進めてきたんじゃないですか。だから僕はそのことについて反省するべきだと思うし、あとね、もう一つ、その企業とかね、あとは、まあ、観光庁なんかも破産した人を差別してませんかっていうことなんですよね。破産者の情報を公開することが、まあ、不当な差別を生むみたいな、まあ、そういった議論があるんだけども、でもじゃあ不当な差別しているのは誰ですかって言ったら、それは大企業だったりね、観光庁だったりするわけですよ。例えばじゃあ応募した人をこっそりね、破産してないか調べて、でこっそり落とすっていうことをやってないですかね。いや僕はやってると思うし、なんかそのためのツールなんかも売られてるわけですから、堂々と。で僕はそれおかしいと思うんですよ。ね、応募した人が破産したって分かったんだったら、そんなこっそり落とすんじゃなくて、まあ、堂々と本人に聞いたらいいんじゃないですか、面接とかで。あなた破産した記録あるんですけど、どういった事情なんですかって言ってね、聞いたらいいと思うんですよ。で破産っていうのもそれはいろんな事情があるじゃないですか。まあ、そのだらしないね、お金の使い方をしてね、それで破産してしまったとか、それはそのどうでもいいようなものを買ったりとか、ギャンブルだとか、そういうことで破産したっていうのは、それとは同情できないけども、でもそういう人ばっかりじゃないですからね、世の中って。ついついね、その親戚なんかの連帯保証人になってしまったっていうようなケースもあるし、で僕の知ってる人なんかは犯罪に巻き込まれたっていうケースもあるんですよ。その脅されてね、お金をたくさん巻き上げられて、それで破産してしまったっていう人もいるんで、そういうのはもう本人には責任ないわけだし、あとは事業に失敗してね、破産したっていうことも、これも僕も悪いことじゃないわけです。それは事業っていうのはリスクはつきまとうわけだから、会社の経営者だったら そんな明日は我が身のはずなんですよ。だからその僕は会社の経営者だったら、その破産した人が応募してきてもね、じゃあその事情を聞いて、まあ、事業に失敗したんですって言ったらね、あそうなのかっていうことで、僕それはマイナスには取らないと思いますよ。あその人はそれなりの、ね、リスクを、ね、取る、ね、資質がある人なんだなっていうふうに思いますよ。やっぱり事業ってね、それはリスクを取るわけだから、誰だって破産する危険があるわけです。じゃあ破産してない人が優秀なのかって言ったら、そんなことないわけです。まあ、そういう人は、まあ、堅実なんだけども、リスクを取るようなね、そういう行動力のない人なんだなっていうふうな見方もできるわけですよね。もう今までのちょっと陰湿なやり方っていうのをやめてですね、もう破産情報をオープンに していくっていうやり方をした方が僕はいいと思う、世の中のために。でそのことでなんか自殺者が出るだろうね、この破産を躊躇するようになるって、まあ、そういう恐れる人もいるんだけども、確かにそれはありえるかもしれないけども、じゃあそれがじゃあどれだけね、ずっとそういうことがね、何年も何年も続くのかって言ったら、そういうことじゃないわけです。やっぱりそういうものだっていうことになれば、もう世の中の風潮として受け入れてくるわけですよ。そういうものだっていうことになるんだったらね、みんなそういうふうに対応するし、弁護士だってその破産するときは、まあ、こうなるんですよっていうふうになるし、で、まあ、企業なんかの人もね、この破産者の情報っていうのはまあ分かるようになれば、そんな秘密裏にこっそり落とすっていうようなことをしなくて、ちゃんと本人にね、事情を聞いて、ああそういうことかっていうふうにしてから判断するっていうね、そういう考え方も広まっていくと思うんですよね。だから住所でポンなんかも結局何年かはものすごい反発を招いたけども、結局今となってはもうその存在はですね、社会インフラみたいになってるわけです。住所でポンなんでも役所の人とかね、報道機関なんとかなんかもうガンガンアクセスしてますから、もう選挙なんかこれからね、選挙始まるけど、選挙の時なんかすごいですよ、使ってる人いますよ、いっぱい、だからそういうふうに最初は当然反発ってあるんですよ、新しいものに対しては。だからそれを受け入れてですね、
まあ、一時はね、いろんな反発っていうのを乗り越えないといけないけども、そうしないとね、次の時代に進めないわけです。僕、そういうことを、そういうね、リスクを取るっていうことをしなかったっていうことがね、僕は日本の停滞を招いてると思うんですよね。まあ、持論って言われるかもしれないけども、でも、自分自身の経験からするとそう思う。その、住所で、本のね、経過からすると、やっぱり破産者マップに対してもね、うん、まさか破産者の情報をね、地図上にマッピングしてみんなが見れるようにできるなんていうことを、まあ今までの人は考えなかったかもしれないし、まあそれに対しては相当な反発あるのは当たり前だけども、じゃあそれが当たり前になった時にね、いつまでもその、この社会がね、受け入れられないかって言ったら僕はそういうものじゃないと思います。政府ね、与党は、こう大胆な判断をして、いい加減に個人情報保護委員会の人たちをね、もう楽にさせてあげたらどうですかっていうふうに思うわけです。僕別に、ね、遠藤さんの回し者とかじゃないですよ。で、僕自身が別に破産者マップやって儲けたいとかそういうことは全くないですが、いやでもそれやってみたいかなっていうのもあるんだけどね、うん、でも僕はもう住所でポンでね十分やりきったんで、まあ破産者マップに関してはまあなんか遠藤さんね、なんかもうずっとね、まだね、個人情報保護委員会にごねてるみたいですよ。なんか、その、日記に書いてありますよ。だから、まあ、これからどうなるかわからないけども、もうね、これは受け入れるんだっていうふうになれば、もうそういうふうになっていくと思います。でもね、このブラック問題におけるこの法務局の対応みたいに、いつまでもネチネチね、こうやってね、粘着するんだったら、本当に出口ないですからね。もうやめようと思ったらやめられるわけです。ということで、まあ、持論といえば持論なんだけども、まあ、決断することも大事なんですよっていう、まあ、そういうお話でした。